南部敏明は南部家の第45代当主、第9代安国神社宮寺。血統上は御用税天皇の断刑子孫である。南部家第44代当主、南部敏秀の三男。母は南部利厚氏の長女、南部水子。1958年に学習院、大学整形学部経済学科卒業後、電通に勤務していたが、 1980年1月に、長兄、李宮、同年12月に、父、利秀が、相次いで死去し、時兄が、竹の養子になっていたことから、南部課、第45代当主となる。翌1981年に、電通を辞めた後は、父が起こした、南部交山の社長、江戸千家岩手部白会会長、岩手日英協会会長、岩手県ゴルフ連盟理事長などを務めた。 2004年9月11日、湯沢氏の定年に伴い、公認の安国神社宮寺に就任。松平長吉以来の原則的立場を堅持し、松平が合志に踏み切った昭和巡難者、特に永久戦犯の分子や国立追悼施設建設に反対し、首相による参拝継続を強く求めていた。宮寺として小泉淳一郎首相の二度の参拝あり、 冬季全体は安総統の参拝を見届けた。2006年2月には極秘裏に包帯し、以前総統との間で参拝実現のために尽力している。2009年1月7日、正午前、執務中に倒れ、駿河大日本大学病院へ搬送されたが、同日午後2時9分に、拒絶精神不全で死去。去年75、旧森岡藩、南部川、 母親戦争では、旧幕府方に属したが、日露戦争で南部の王子にあたる南部に幸が功を遂げ、靖国神社に合志されたことから、つながりを持つ。なお南部家は、代々神道で祀っている。南部家の後目は、老いの年文が第46代として継承した。ありがとうございます。